ってたかなっていうところが結構危ない時期だったり、向いてない、自分には合ってないんだけどこの仕事好きだなだって、嬉しい、本当にありがとう、今泣きそうだから、その体験も面白いと思うんですよね。はい、介護福祉士のカズです。よろしくお願いします。今日は何本か取れるだけ取らせていただこうかなと思います。なかなかね、時間が1日空くってことがなくて、まあ、取れる時に取らせていただこうかなと思います。取りたいなって思ってたんですけど。はい、というわけで、いつもご視聴いただきましてありがとうございます。そしてコメントもいただきましてありがとうございます。チャンネル登録もしていただきましてありがとうございます。今日ね、ちょっと雨なんで、梅雨というか、超えたらね、今度は台風注意ですよね。去年ね、千葉の方、まあ私千葉なんですけど、台風の被害受けちゃったんで、施設でね、停電しちゃったりとかして、結構大変だった。まあその話またね、今度しようかなと思いますけど、だから、ある程度ね、備えはしていった方がいいかなと思います。というわけで、始めていきましょうか。前回は介護職1年生の3ヶ月目の時に辞めたいって思ったと。辞めたいって思った理由、まあいくつかありましたけれども、まあ3つね、ありますよと。まあ先輩が厳しかった、業務がきつすぎた、事故を起こしてしまったというね、まあ3つがあって、前回業務がきつすぎるってお話をさせていただきました。めちゃめちゃきつかったなっていう話。もしね、見てらっしゃらない方いたらね、ぜひ見てください。お腹痛くなりますから。そうね、お腹痛くなるから見ないでください。というわけでですね、今回は事故を起こしてしまったというね、お話をね、させていただこうかなと思います。なんだかんだね、忙しいとかさ、やること多いとか、先輩が厳しいとかさ、そんな中でも一通りの業務をやってきたわけですよ。早番、日勤、遅番、夜勤、入浴、ああだそうだとやってきて、3ヶ月もしたら、まあ、多少は慣れてくる。まあ、僕は覚えは悪かったけど、多少は慣れてきたかなって、やっぱりね、その慣れてきたかなっていうところが結構危ない時期だったりします。で、これなんでかっていうと、やっぱりね、ふっとね、気持ちが緩んでしまうっていう瞬間があるんですよね。で、そんな時に、まあ、気が抜けちゃって、不注意で、ご入居者様の体に皮下出血を作ってしまったってことがあったわけです。自分のせいで事故を起こしてしまったことによって、自分は向いてないんじゃないかって思った人に怪我させちゃったなって、自分には向いてないかななんてね、思っちゃったりしたわけです。まあ、ただね、これに関して言うと、先輩きついもあるし、業務きついとか、もういろんなことがいろいろ重なって、自分には向いてないな、じゃあ辞めたいって思ったってことですよね。じゃあね、まあ、自分には向いてないなっていうところを少し考えていこうと思います。その仕事に関わらないですけれども、自分が向いてないんじゃないかなって思うことってありません？前にね、コメントをいただいた時、自分には向いてないかもっておっしゃってた方いらっしゃったんですけど、考え方としては向いてるか向いてないかじゃないと思ってます。この介護っていう仕事をやっていきたいかどうかだと僕は思います。この仕事で今後やっていきたいことがあるかないか、だからやっていきたいとかやりたいことがあるんであれば、向いてようが向いてなかろうが、まあ、続けた方がいいかなと思います。ですが前回もお話ししましたけれども、心の負担が大きくなって心を病んでしまう、そんなことになりそうであれば、続けていかなくてもいいかなと思います。それは見てくださってるあなたの心と体の方が僕は大事だと思うから。で、しかも自分のことを大切にできないは、他人のことを大切にすることもできないと思うので、無理して続けるもんではないかなと思います。まだやり残しがあるとかって思うんだったら、一回やめて、時間が経ってからまたやればいいと思うんですよ。チャンスはいくらでもある。あんまり自分をね、いじめすぎないように気をつけましょうね。じゃあね、ちょっと視点を変えていこうかなと思います。向き不向きの件についてね、向き不向きって言い換えると、自分に合ってるか合ってないかっていうことになってくると思います。で、加えて言うならば、この介護っていう仕事好きか嫌いかでね、判断する。そうするとね、続けていくか続けていかないか、まあ、見えてくるかなと思うんです。じゃあ例えば向いてない、自分には合ってないんだけどこの仕事好きだなだったら、僕は続けるべきだなと思います。で、自分には合ってるなだけど嫌いだなっていうんだったら、続けなくていいと。これすごく分かりやすいんじゃないかなと思うんですけどね。だから自分にも超向いてるし、すごい好きだったら、もちろんやめる必要はないじゃないですか。で、全然自分に合ってないし嫌いだったら、じゃあもうやめるべきだと思いません？だからね、もういつまでもそうやって悩んでいるよりは、思考をね、シンプルにして少しでも早く動いていった方がいいかなと思います。自分の時間って若いとか関係ないわけよ。みんな一緒じゃないね。どんどんなくなっていく。時間って戻ってくるもんじゃないから、少しでも早く決めて次の行動するって方がいいのかなと思います。自分の本当にやりたいこととか、自分の好きなことに時間を使う方がいいと僕は思います。でね、ちょっとまとめていきましょうかね。辞めたいと思った理由の一つに事故を起こしてしまったことがあると、原因は自分の不注意だったんですけれども、なぜ不注意になっちゃったのかなっていうと、慣れによって気が抜けてしまったところで事故を起こしてしまいました。先輩が厳しいとか、業務がきつすぎるとか、たくさんのね悩みの中で頑張っていたその最中に事故を起こしてしまったと、それが引き金になって自分はこの仕事向いてないなとね感じることになってしまった。で総じて辞めたいになってっちゃった。しかしながら向き不向きで考えるんじゃなくて、視点を変えていこうって、この仕事をやっていきたいか、やりたいことがないか、もう少しねシンプルに考えてみると、この仕事好きか嫌いかで考えてみる。で、自分には向いてない、合ってないなと思うけど、でもこの仕事好きだったら続ける、この仕事向いているな、やりやすいな、でも嫌いだなだったらやめるとかっていう風にね考えるっていうことです。で嫌いで無理して続けてしまうと、心の負担は大きくなりすごくでかくなってくる。それはやがて、心の病気を引き起こす可能性だってある。実際に僕はそれで心の病気、3ヶ月目にはではなかったですけど、実際に僕は心の病気を引き起こしてしまったので、心のケアがねしっかりしてほしいなと、そういう病気をね引き起こさないためにも向き合う必要がある。でやっぱりね自分を大切にしてほしい、自分のことを大切にできないってことは、他人を大切にすることだってできない。そして自分の時間っていうものも大事にしてほしい。だからいつまでも悩んでいるんではなく、思考をシンプルにしていって少しでも早く動き出してほしいなと思います。で3ヶ月目でそろそろ慣れてくる頃かなと思いますので、十分ね注意しなきゃいけないよっていうことを今日はお伝えしたかったかな。というわけで次回は辞めたいって思ったんだけれども、結局どうして辞めなかったのかなっていうところについてお話をしていこうかなと思います。ただねあんまり参考にならないかもしれない今言っちゃうのもなんだけど、ただ自分は辞めないためにねどう考えていったかということは、一つ参考になるかもしれないので、是非見ていただければなと思います。はい、というわけでここからねコメントの方を返しさせていただこうかなと思います。闇の帝王さん、お久しぶりですね。研修やミーティングが退屈なら真っ先に手を挙げる勇気を持とうっていう動画をちょっと出してるんですけど、そちらにねいただいたコメントです。はい、じゃあちょっと読んでいきます。お疲れ様です。最近仕事が忙しくてコメントできなくてすいません。自分も発表とかすごく苦手で、自分から手を挙げるのは恥ずかしいなって思ってました。でも動画を見て自分から手を挙げることも大切なんだなと思いました。研修とかもこれから行こうと思っているので、自分から意見を出して発表したいです。そうなんですよね。そう、手を挙げるのってね本当恥ずかしいんだけれども、うまく答えられなくてもいいから真っ先にね手を挙げてみましょう。いいのいいの、みんなね正解も求めてないし、うまく答えられることなんか求めてないから、もうまずはね自分が行動できる人になっていくんだっていう、ね、気持ちを育てていってほしいと思います。レベルアップにつながりますから、発表もどんどんしていきましょう。ただ手を挙げるだけじゃダメ。もう一番目にもう真っ先に手を挙げて最初に発言をしてください。おまたあいつかよって言われるくらい手を挙げてね、それぐらいの行動力があると周りにね集まってくる人もなんか変わってくるから、本当に僕ね周りに集まってきてくださる方ってやっぱりね面白い方多いですよ。本当にね変な意味じゃなくて、是非頑張ってほしいなと思います。最近は本当夜勤だけで大変なんですけど、誰かがやらないといけないし、利用者さんのために頑張ろうとすごく思いますということで、ここなんですよ。誰かがやらないといけないっていうところ、利用者さんのためにっていうのは分かるけど、誰かがやらないといけないその環境は良くないんだよね本当は。ただこれで闇の帝王さんが自らやっているのかどうか、やらされているのか自分からやっているのか、ここでもう大きく変わってくると思います。今ね修行の期間だと思って自分が行きますって言う、すごいなと思う。てか自分だったらそうする、俺行きますよって言うかな。ただ僕はそうするけど、無理はしちゃダメよね。ちょうど会社に入って3ヶ月目になるんですが、まだまだ研修に行ったり勉強しないといけないことがたくさんあるので、もっと勉強したいです。介護福祉士取ったから勉強しなくていいやではなく、どの仕事もそうですがずっと勉強していくことが大切だなと思います。将来的にはケアマネを取ろうと思ってます。カズさんの動画を見て勉強させてもらえます。いつも勉強になる動画ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそお役に立てて、本当にねこうやって言ってもらえるのが本当に嬉しい。本当にありがとう。今泣きそうだ嬉しいです。勉強だからさ、闇の帝王さん新卒さんでしょ多分。だからねこんな若いうちにねこうやって思えるって将来が楽しみでしょうがない。だからこそね、心のケアをしっかりしてほしいなと思います。心が潰れてしまわないように本当に気をつけてほしいなと思います。コメントいただきましてありがとうございました。マジで無理しないでね。宮戸ケンギーさん、この動画はウィズコロナ感染症対策をしながら介護レクリエーションもご提供し続けたいという、ね、動画でいただいたコメントなんですが、動画ありがとうございます。感染対策も大事ですが、その中でできる限りをやっていきたいですよね。塗り絵や手作業のみの毎日だから、しかも集団体操や航空体操もカラオケもバツで1対1で行っていると。レクリエーションも夏祭りもなしになってということなんですけど、手作業とか塗り絵とかっていうのもその動画でも言いましたけど、それでね展示会を開くみたいな感じでやっていただけたらいいなと思いますし、今まで楽しみにしていたものができないっていうのはね、なんとかできないものかなと思いますけどね。で、夏祭りも結局中止に、だって地域のお祭りとかも中止になってるわけですよ。楽しみにしてたのに今のね状況ではしょうがないのかなとは思うんですけど、なんとかね、ほらディズニーランドとか上野動物園だったかなとか、オンラインで、事前にチケット販売して入場者を制限してやってたりするじゃないですか。だからこんな感じでね、夏祭りも事前にこうチケットを配ったりとか、これ結構僕嬉しいと思うんだよな。チケットをもらうってね、これ持ってってチケットを切ってもらうとか、今までは映画に行ったりとかされてたらね、ご高齢者様たちが映画に行ったりとか動物園行ったりとかしてる時はチケットを切ってもらったりしてたわけじゃないですか。でもさ、施設に入ったらさ、そういう体験ってあんまないと思うんですよね。食券を切るとかも多分ないと思うんで、だったらその体験も面白いと思うんですよね。なんかいいなと思う。だから、事前にご入居者様とかご家族様にねチケットをお配りして、何日かに分けて、結構大変かと思うんですけど、何日かに分けて人数も制限してやっていけないかなって思うんですけど、どうでしょうか。僕はそこまでしていきたいけどね、難しいかな。それをね提案していただけるんであれば、てかね、そういう提案はいいんだけどさ、あんまりみんなさ そういうところに消極的な気がする。多分だからね、ケンギーさんね、多分ね結構憤りを感じてる部分はあるんじゃないかなと思いますがね、もしそう憤りを感じているのであれば、自分の理想の施設を作りましょう。今アホかと思いましたでしょ。マジでちょっとね作ろう。そんな大きい施設は作れないけど、自分の思い描いている介護ができる、そんなことをやっていきたい。やります勝手に言っちゃったっけ。ありがとうございました。そしてね、 M 高尾さんもその同じ動画にコメントいただいてまして、習字クラブ中止、園児来館中止、皆さん寂しい思いしてますというコメントいただきました。習字ね、みんな楽しみにあれなんでしょうね。習字皆さん楽しみにしてますよね。いや確かにね楽しいですけどね、特にね園児来館中止はそう寂しいと思います。以前にも僕言いましたけど、ご高齢者様がね子供に向ける笑顔って僕らがどんなに頑張っても叶わないもんだから、子供の力ってやっぱすごいなって思っているので、それがないっていうのはね、とはいえ子どもたちも感染のリスクをさらすわけにもいかないから、それは高齢者施設側だけの問題じゃないからね、仕方ないかなとは思うんですけど、それを考えるともっと早く子どもたちに会えるようにして差し上げたいなと思いますね。コメントいただきましてありがとうございました。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。外真っ暗になってきちゃった。では皆さんおやすみなさい。私もおやすみなさいをしております。はい、バイバイ。